ガレアモプスは、ジュラ紀後期のアメリカに生息していた、竜脚ルディプロドクス科の恐竜の属の一つ。ガレアモプスパブスティのホロタイプ頭骨 SMA00011、通称マックスガレアモプスは1902年に、ワイオミング州シェリダンのレッドフォークパウダーリバー、クオリン A で、ウィリアム・アッターバックによって、最初に、部分骨格が発見された。その骨格は、ウィリアム・ジェイコブ・ホランドによって、 脳箱が記載された際に、ディプロドクスと同定された。その標本はホランドによって、ディプロドクス族の新種ディプロドクスイとして1924年に記載された。種商名は、オリバー・ペリー兵への県名である。2015年、それは、エマニュエル・チョップ、オクタビオ・マテウス、そしてロジャー・ベンソンによって、ガレア・モプスとして親族が与えられた。俗名は、ラテン語で、 ヘルメット欲しいを意味する。これは発見者、ウィリアム・アッターバックと、元記載者、ウィリアム・ホランドのファーストネームを、ラテン語で直訳したものである。また、竜脚類の脆い頭骨にはヘルメットが、必要であるという意味も込められている。俗模式標本は、HMNS175 で、最初に見つかった骨格である。モリソン層下部で発見された。この標本は、 ガレアモプス肺のホロタイプでもある。模式種ガレアモプス肺は、リプロドクス肺のコンビネーションの場である。いくつかの他の標本も、ガレアモプスと同定されているが、ガレアモプス肺ではない。これらには、アン969という1903年に、ボーンキャビンクオリーで、ピーター海鮮によって発見された、ほぼ完全な頭骨。 アセンム2673という1884年にコロラド州ガーデンパークでマーシャル・フェルチに発見された部分頭骨などが含まれる。マックスの愛称で呼ばれる SMA-0011 という骨格は1885年6月にハウス・テファンズ・クオリーで発見された。これは独自の種を設立するのに十分なほど他のガレアモプス標本と十分。 異なっていると診断された。2017年、チョップとマテウスによって、このマックスは、ガレアモプス第二のため、ガレアモプスパブスティのホロタイプとされた。この標本を発見し、アータル恐竜博物館で骨格の設置を手伝った、スイスの古生物学者、ベンパブスト博士への懸命である、ガレアモプスパブスティの骨格。ユニオン駅のシンシナティ博物館センター。 2015年の研究で本属の7つの固有派生形質が提唱された。これらの解剖学的特徴は派生的な形質である。頭骨背面の側面子において頭頂骨突起が湾曲している。歯に体をなす摩耗面がある。第1形椎である関心は神経棘を持ち、棘の後方突起とは別個に全部と内部に伸びる突起を持つ。この後方突起は 長さの大部分にわたって横方向に連続した幅を示す。カンシーの神経弓はその基部の両側に小さな三角形の張り出しを持つ。第二頸椎である軸ーは前側の竜気の前端にコブのある神経棘を持つ。中頸椎と五頸椎では五関節と器管の竜気部が神経弓の後端から伸びていない。ガレアモプスパブスティの復元された頭部またこの 研究では、模式種であるガレアモプスハイの6つの固有派生形質も提唱された。後頭骨と脳箱の間の円を形成する部分が低く、大後頭骨の高さよりも低い。脳外の下側にある、規定突起は60度以上の角度で強く伸びる。尺骨は長く、最小長は上腕骨の76%に相当する。尺骨と接する、 頭骨上の表面は大きさが限られており比較的滑らかである。頭骨の下側の接合面は軸に対して約15度の角度で面取られている。頸骨上面の外縁は全部の頸骨突起の後ろに狭窄した突起を形成している。ガレアモプス肺の理論上の生態復元図ガレアモプスには13の固有派生形質が存在し、 蒸気は別の属と区別するための基準として用いられた最小限のものである。ガレアモプス背コ骨以下のクラドグラムはガレアモプスと他のディプロドクス類の系統関係を示したもので、チョップとマテウスに基づく。ありがとうございます。